この日光缶釣りさんも長く愛している道具場、はい、大好きです。ああそうですか、はい、もう大好きですという、もう笑顔がとっても素敵でしたね特にどんなところが、うん、そうですね、何度やってもやっぱりスコアが出なくて挑戦の違いがあると。あ栃木弁で言うと、はい、意地焼けちゃう感じですね、はい、意地焼けるけどもいい、はい、それだけ楽しいコースってことですよね。6番ホール330ヤードのパー4でございます、はい、さあここはどうやって攻めていきましょうか、はい、300台の手前の本当距離のない、はい、バーディーチャンスを生むホールなんです、はい、ですからしっかりフェアウェイをキープ、うんうん、だからドライバーで打つのもいいけど、まあ、きちっとレイアップできれば、ね、レイアップしてフェアウェイからセカンド狙いたいですよね、はい、でグリーンもちょっとね左上からちょっとこう早いんで、はいはい、ショートアイアンで打てるからできればピンポジションを考えて、うん、右か左かどっちかに打ち分けてもらった方がバーディーは取りやすい、はいはい、さあそれでは青山プロのティーショットお願いします、はい、じゃあ僕はこっちから皆さん前からね、はいはい、まあ、ドライバーいらないんだけどな、はい、本当はスプーンでかクリークでフェアウェイ置きたい。でもまあバラエティ番組ですからね、ドライバーでお願いします。なんでバラエティ番組なんだ、俺は真剣なんだいつも。あーでしょう、バッチリじゃないですか、うん、うまくスライス、おー素晴らしい、うまくスライスかかったな、ドライバーでよかったでしょじゃあ前行きましょう、はい、ではレディースイーから島津さんのティーショットお願いします、はい、いや僕はちょっと前から見ます、はいはい、おいでしょう、素晴らしい、いいスイングだ、はい、ナイスです、はい、では須田さんのティーショット、はい、お願いします、はい、はい、お願いします、はい、ナイス、おお2人ともフェアウェイ、はい、行きました、さあ残りどのぐらいやりますか、140ぐらい、はい、じゃあ柴さんのセカンド、お前あちょっと早いな、いやあ惜しい、1ヤード右だったら完璧だよ、うん、ね、いいじゃん、ここは左へ巻くボール打てればいいんだもん。あら、最初に巻いちゃった。うん、ちょっと外から入ったな。うん。うん、はい、ちょっと貸して。じゃあお二人、じゃあお二人ともちょっとウッドを教えてほしいってことだったんで。うん、どうしてもまっすぐ打ちたいんですよ。曲げたくないの。うん、だからついついフォロースルーを取りがちなの、うん、構えてるところでインパクトしたらクラブはどっち行くかって言ったらシュッと、これ余計なんだ、これやるとクラブフェースがこうクロスしながら行っちゃうんですね、これが上から下に来ると今度カット目でスライス系の球が出やすくなるんです、ですから練習場でスライスとフック両方1球ぐらいずつこう打つ練習してもらうとすごく上達が早くなります、こうやるとスライスで打てんだ、こうやるとフックするんだっていうのが分かると、じゃあこれくらいでって初めてまっすぐ見えます、だからこれも例えばスライス、ここはスライスで攻めるところじゃないけどスライス打ちたい時は左向いてアウトサイド右身に振ってで最後に決してこう上には振らないですね、肩だけで木の上からスライスかけていけばい
大きくスライスするじゃない、うん、でフックはこの逆にインサイドアウト気味に振って今言ったようにフェースのちょっとこうクロス気味にフォローする出そうとすると余計そうクロスになるからそうするとフック蹴る球出ます。ちょっとダフった分フックしなかったけどそういうふうにその練習場で右に行くボール左に行くボールを練習するとまっすぐなボールはもう全然意味がない。まっすぐなボール打つっていうのは周りの人にあれいい球ねって褒めてもらいたいから打つだけでも実践的にはこう曲げるボール打つ練習でした方がね、ぜひ頑張ってください、はい、さあ阿武さんのセカンドになります。あー開いちゃったフェース、これ弱い、フェースを開いちゃったよ。さあそれでは、柴田さんのバンカーショット、うまい、はい、ナイスアウト、あしかも距離もうまいわ、はい、ナイスです。で須田さんのバンカーショットいきましょう。うん、やっぱりアドレスが遠い、うん、上り目は右から左なんだけど傾斜がこう相殺されてるから、はい、そんなに切れないと思う、うん、最後弱くなるとどうなんだ、フックするのかなこれ、どうなんだ、ほとんどまっすぐでいいな。さあ青山プロのバーディーパット、全然切れない、スライドとフックしてきました最後、いやちょっと引っ掛けた、あすいません先行きます、行きますか、慎重に行ってくださいね。はい、ナイスパーです。さあどっちか入れて、はい、さあでは柴田さんのパーパット、1回マーク。さあでは須田さん参考になったと思います。あいいです、いいです、いいです、ナイスパー、ナイスパー、はい、ナイスです。これはお二人の力が合わさってね、バッチリなところに、いやいやいや、はい、ナイスパーです。今度あれだな、ルールで、はい、先打つ人、後打つ人は、はい、もう見せない内容。